ではパードの名前。パードは立ち位置って結局何だったの？なんかね、美術監督？美術じゃない、ビジュアルなんとかなん。あ、何横文字、みたいなやつで、それこそ最近ずっとゴジラやウルトラマンや仮面ライダーとかで活躍してる、前田真宏という、ずっと一緒にやってた、そういうデザイナーがいる、アニメーションやってるデザイナーがいるんですけど、彼と私とでその怪獣どういうふうにデザインしていこうか、で前田がすごい忙しい、あとすごい手が遅かったりとか、打ち合わせに来るのが遅刻、先はそうでもないんですけど、最長でね1週間遅刻ってありますからね。それって遅刻じゃないじゃん。いやでも来るんです1週間後に。なんて言うと思います？何？1週間間違えてたって。大物だね。もうどうしようみたいな。最近はさすがにそれがなくなったんで。そうなの。だからこうやっていろんな作品と やれるんですけど、ね、本当にもうだとりあえずこっちで一回全部レールを引いてでよろしくみたいに。一週間後に。うん、あれです。誰だっけ？敏夫さん、三池さんも入ってたの。そうですね。三池さんがその、結局怪獣をデザインして、なんとなく。あのこういう感じになりますっていうのをちゃんと3面図に図面に起こしてもらうっていうの。なるほど。でその時に三池さん、でもともと三池さんとはその前に、またね我々もそうなんだろうな、なんか負け続けの歴史というのがございます。そうなの。何？その前にね香港映画で、まああの帝都物語の後に、帝都物語 その特撮スタッフ、それこそ中堀さんキャメラが特撮キャメラマンで、クジャク王っていうね、フジテレビと香港の合作映画があったんですよ。そうなんだ。日の目を見たのそれ。見てます、それは。そうなんだ。で、あの三上博主演で、安田成美がヒロインでみたいな。いいじゃないですか。で、尾形健さんがお師匠さんで。かっこいいじゃないですか。で、本当中野さんとかとやってて。やったんだ。で人形アニメが出てきて、なんか怪物が出てきてみたいなのがあって、でその時にその香港のプロデューサーがいたわけですよね、香港側の。そのプロデューサーに、そんな若造が珍しかったのが気に入られたんですよ。で気に入られて、今度こういうのがあるから、香港に遊びにいらっしゃいみたいな、行ったらそのまま遊びに行ったつもりがそのまま軟禁されてて。実はその香港映画と日本の特撮はやっぱかなりそのつながりが昔から深いんですよね。結構あの言えないけど深い。いろんな映画があって。そうでその時も結局ね、あれなんですか、あのその香港のプロデューサーのチャイランさんという人がいて、ゴールデンハーベストの副社長なんですけど、その人が日大の芸術学部時代に、中野実さんと佐川さんの同窓生だったんですよ。机並べて、うわあ、もうズブズブだこれは。なるほど。その人はつぶらいプロに来ないで、あの香港に帰っちゃった。もちろんだって、もうお父さんはショーブラザーっていうところの社長だし、そうですよね。もう香港でもう映画を作るっていう。だからあれなんだ、中野ちゃんたちは結構バイブがあっちにあるんだわ。そうなんです。なるほど。今分かった、初めて。あ、そうですか。サガッチョも。それで。で、それで、その向こうで映画を作る、そのなんか SF 映画を作りたいと。でそれでやってくんないかって言われて、やった時に三池さんを、美術として、しかもその時ちょうど三池さんが、特撮研究所をや何を思ったか辞めて辞めたって。そうなんで、東映の東映ずっと東映にいて、はい、そうですよね。東映でその言ってしまう未来をもう託された、もう特撮監督になるべくして、その九州大学工学部ですよ。そうですよ。もう俺がその東方でなんかしがないバイトをしてる時に、お前来週から来なくていいからって言われて、違うところにもうたらいましてなんですよ。なんでつれよ、もうお前な、高卒のようなやつがこれから日本の特撮を支えちゃダメなんだよって言われて、これから学士様の時代だって言われて、で三池君がいた。でそれで三池仏田がやってきたっていう。三池仏田さん。ああ、なるほどね。あの二人組が特撮漫画道みたいなのが来たわけですよ。もう
でなんか俺からコンピューターの時代だとか言って、もうだから九州大学工学部がのコンピューターのエキスパートをなんか特撮研究所に雇って見習いでこっちに来るんだって。だからお前の居場所はもうないっていう。笑ってる場合じゃないよね。で、それでそうかって で、でもまあ同世代だから、でそのねなんか現場の端っこにいるから話したりすると、俺コンピューター全然使えない。土木と石油なんですよ二人。片や土木で、片や石油掘りで、全然コンピューターのこの字も知らないって。何それ、ねえまあ、そういうね、まあ、特撮研究所の歴史にはね、必ずあるよくある、ね、あるあるのやつね、よくある話なんですけど、あの映画っていうかその作品はどうなったの、パワードの作品、パワードの前のそのあれですか、前の、それはそうなってて、でそこからパワードに来るでしょ、で、まあ、パワードはちゃんと全部成就したの仕事は、いやこれがまたね、あれしないの、とにかくもう途中で、まあ、言っちゃうとその向こうは向こうでその契約社会じゃないですか、そうですよね、でそういう時にちゃんとそのなんだろう、このこいつらの言うことを聞けみたいな契約ができてないから、もう結局最初はなんかこう全向こうも善意で話を聞いてやってるっていう感じだったのは、途中から本当煙たがあるわけですよ、まあ、そういうのもありながら、いざ作業をやっていくと、どうもビザがワーキングビザじゃないから3ヶ月したら帰んなきゃいけないみたいな、ね、あ、そうだったんだ、ね、で帰っちゃった、で帰る前に、今、まあ、なちょっとまた遡る話になっちゃう、その香港のやつで、まあ、右から誘って行ったわけですよ、あ、なるほどね、そしたら、ね、待てど暮らせど始まらないし、始まったら始まったでいろんなトラブルがあって、さもう延期、監督交代延期みたいになっちゃってよくあるよ ねで俺ら何しましょうみたいな、まあ、で途方に暮れてるうちに、もう本当向こうは向こうでその就労ビザがあったけど、それが切れちゃったわけですよ、これで先から先どうしたらいいですかって、いやもうこれ以上払えるお金もないからって言われて、じゃあ定働きですか我々、で帰りますって帰ったわけですよ、ギャラもらわないで、一応それまでのギャラもらって、そこまでのギャラ、あとは出ませんっていうのって、でそれでしばらくしたら、大岡さんから連絡が来て、お前香港行ってたんだろう、行ってますよ、今度俺が行くことになっちゃったからどんな状況だか教えろ、大岡さんを筆頭とする、そのなんか、まあ、その頃のね、はいはいはい、もうバリバリ言わしてる人たちが行くわけですよ、でまた3ヶ月行って、やっぱ全部取り切れずに、また帰ってきた、で最後は、佐川さんと佐川さんと村瀬さんって、造形のいる、あの人、本当あの二人が行って、あとは香港の人たちでやるっていう。で、成就したの全部。着地したのちゃん。完成しましたね。はい。一応完成したみたいです。あ、そう。で、パワードってテレビの方のパワード、映画の方のパワード？パワードはテレビ、最初にビデオスルーだったんですよ。ビデオスルーだったの。バンダイビジュアルのビデオで、あの頃そういうのがまだ景気が良かった時代で、ビデオが出る、ビデオでそのレンタル屋にもう流すっていうのがもう大事。あとマニアがレーザーディスクを買うみたいな。ああ、その時代ね。で、あれ何話ぐらいやったんだ？ワンクール13話ですか。そう、パワードって、うちのキャップ声やってたっけ、やパワードじゃない、やってないか、違うやつ、なんか声の吹き替えがあったじゃない、それはもう一つのやつか、パワードの後か前の、キャップはなんかやってた、でもね、あれは確かね、もう一個のやつ、もう一つの、ああそうですか、はいはい、あのウルトラマングレートの、あグレートかもしれない、でパワードの後グレート、でグレートはやらなかった、やってないです、グレートはそれこそ鈴木さんとかね、鈴木清さん、清さんとかね、なるほど、鈴木清さんと高野さんが行ってて、なるほどなるほど、そっちにこう変わって、まあオーストラリアだからそんなになんだろう契約でガチガチにっていう感じでもなかったらしく、まあその代わりもうなんかペンペン草も生えないような状態になったんでオーストラリアは勘弁してくれっていう話になったらしいと、その時の、あのはつぶらやプロには入ってなかったの、樋口さんは入ってない、入ってない、ずっとつぶらやプロには入ってなかった、入ってない、入ってない、そう、ずっとじゃあデザインとかそっちの、そうですね、やってたと、監督にシフトしたのはどっから、シフトしたの、シフトっていうか、だからいつだろうな、まあ、もう自然になっちゃったの、監督に頼まれてやったみたいな、頼まれてやった、だから原口さんですよね、最初、あ、そう
なの。原口さんが、うん、原口智夫さん、はい、それこそ帝都物語の時に、はい、今特殊メイクやってて、俺はアイコンって言われて、2人ともそう言っちゃうの、映画のプロダクションの中ではそれほど大事にされないというか、まだね、まあ、お前ら勝手にやってで、あ、出来上がって当然みたいな扱いで、あ、うん、まあ、それって誰も期待されてなかったですね、2人とも。で、意外と自由な時間があって、あ、それは良かったね。それが結構ね、成長するのよ、ね、それで、原口さんとかがもう今日終わっちゃったからいいんだとか言って、飲み行こうとか言って、原口さんが俺のお酒の師匠なわけですよ。あ、そうなの。そんな俺ね、お酒が得意ではなかった、うん、飲めなくはないけど、うん、飲むと酔っ払っちゃうし、うん、酔っ払っちゃうとなんかだいたい取り返しのつかないことしちゃうんであんまり、いや、飲むのやめとこうと思って。取り返しがつかれて、例えばどういうこと。いや、なんかゲーってやっちゃったりとか。そういう方法ね、あ、そんな強くなかったんですよ、本当に。最近強いですよね。強いというか、まあ、なんか好き、お酒が好きですね。まあ、でもそれは本当原口さんと飲むようになったおかげなんですよね、うん、ああ、そうで、まあ、そういう、まあ、お酒の、で、それから本当な、まあ、暇さえあればもうなんか飲み歩いてたりとかしてて、でそうこうしてるうちに、まあ、その、まあ、原口さんがこういう映画やりたいんだっていうのは、まあ、うん、あれやこれや、うん、こう夢を語る時期ですよ、うんうん、そうですよ ね30前ぐらいですからね、うん、そうですよね、2人で語った、うん、でそうこうしてるうちに、うん、まあ、その企画が通ったと。あ、それが何、つぶらや映像というね、アキラさんのところ、ね、はい、はい、あの頃そのウルトラ Q ザムービーとかどっちかというと古代見えた人たちはどちらかというとアキラさん寄りだったんですよね。そうですね、完全にそうですね、で、はいはい、俺もどっちかというとそっちに、そうですよね、まあ、そういう、うん、そっちにカウントされてて、はいはい、で原口さんが、まあ、あの頃その実相寺さん、その不思議感とかね実相寺明夫の不思議感とか何それ、それ あるんですよ、そういう、なんかやっぱビデオスルーで、その本当ウルトラキューミットが怪奇大作戦みたいのをやりたいんだけど低予算だからなっていうような感じの、そういうことなんだ、そういうのを今結構やってて、そういうの流れで原口さんも出したやつがちょっと規模が もうちょいお金が集まったというか、うんうんうん、まあ、それでも全然大したことなかったんですけど、うん、まあ、ミカドロイドというです、ね、 あれですか、あれで、なるほど、あれで原口さんがちょっと俺ちょっと、うん、最後ちょっとなんかミニチュアみたいなやつで壊しがあるんだけど、うん、やってくんないかなみたいなね。そっから面白いなと思っちゃった。面白いなというか、うん、まあ、まあできるかなみたいな。あ、でもね、実はその前、うん、結局その香港で、うん、いや、まあ、亡くなっちゃったんだけど、その時は、うん、まあ、特撮監督として呼ばれてて、うん、まあ、完成はしなかったんだけど、うん、ワンシーンだけで自分の担当みたいなのがあって、うん、まあ、そこだけ やりきって、うん、あとはその芝居絡みのところは後でどうやりますかみたいな話だったんですけど、うん、そのワンシーンだけ、まあ、香港で一番強い犬、うん、警察犬と宇宙人が乗り移った猫が対決するっていう、うん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 、犬と猫が喧嘩してる、またすごく犬猿なんじゃないか、猿じゃない、ああそうなんですけど、まあ、その時やってた最初にやってた監督が、うん、すごいなんか当時の香港リアリズムとかでなんか賞を取ったような監督で、その監督が10年ぶりに映画を撮る、まあ、そういう人ばっかなんですけど、ね、うん、10年ぶりにやるってなったらもう張り切りすぎちゃって、うん、リアリズムだって本当の犬と猫を喧嘩させたら、まあ、どうなるか、ね、まあ、どうなっちゃうよね、で、まあ、そういう映画を作るプロデューサーだから当然猫好きなわけですよ、うん、でもその逆鱗に触れて、そうなってマッハで食う、もう3日目で食い、じゃあちょっとここでお休み